今回 S-WORKS ターマック SL セットと S-WORKS ベンジバイアスを、浜名湖一周乗り比べてみての感想です。まず硬さからですね、よく海外のレビューで硬くてアマチュアには勧められないみたいのがかなり最初でしたと思うんですけども、レビューの最初の方ってだいたいラピーで CLX とのセットでのレビューがほとんどだったと思うんですよね。で今回アルピニストとターマック SL7 の組み合わせで乗ったんですけども、まあ、正直全然硬いっていう感じはなかったですね。だから多分ラピーで CLX が硬いんじゃないのかなっていうような予想をしてます。 どうですか乗って、硬さに関して。硬さに関して言うと入力に対してまあ、そうコーナーリングとかのああいったあのハンドル操作の入力に対しても結構あのリニアな反応がするので、そういう意味での硬さもあったりとかっていう硬さがあるって言われるとそうなのかもしれないですけど、僕は逆に応答性がめちゃくちゃ良くて、あのそっちに驚かされてるって。でもう一個硬さで言うと、普通硬いバイクって疲れやすいっていうような印象があるとは思うんですけど、もっといくらでも乗ってられるってぐらい、そういったところを感じさせないのが今回のターマックの SL7 のすごさかなというふうに思いました。逆に疲れないみたいな。疲れなかった。そうですね、あの僕も、まあ、何台かこれで5台目ぐらいのディスクブレーキのロードなんですけど、最初にディスク乗り始めた時って結構そのフロント周りの嫌な剛性の硬さみたいなのをすごい感じたんですけど、今回のタマック SL7 とアルピニストの組み合わせで乗ってると、そういうなんかディスクの嫌な硬さ、フロント周りの嫌な硬さみたいなのは全然感じなくて、リムから乗り換えた時に普通にスッと乗れるっていうか、全然違和感ない感じで乗れたのがあるんですよね。まあ、もしかしたらそのアルピニストがまあディスク専用の設計になってて、フロントのスポークが結構普通のディスクのよりも本数が少ないんですよね。だからリムのフロントのホイールに多分近い感じの設計になってるんですよね、本数が短くて。だからそれも影響してるのかもしれないけど、あんまりそのフロントフォークとかあの辺の硬さみたいのは嫌な硬さみたいな特に感じなくて、まあ、あの欲しい硬さはあるんで、上りとかちょっと緩斜面とかはすごい、なんだろうな、入力に対してすげえ進む感じがして、緩斜面はめちゃめちゃ進む感じがしたんですよね。いやー、後ろ2台で、SL7 が後ろになったらもう本当に漕がなくて もうそのままついていけるってぐらいの感じがありましたよね。で乗り硬いっていうところで言うと、乗り心地とかはどうだったんですか。乗り心地、段差とかその道の悪いところ、はい、道の悪いところとかの、そういう意味ではあのさっきの疲れないに来るってことは結局そんなに意識せずとも超えれてるってことなんでしょうね。今回、まあ、その乗り心地っていう意味では特に変な段差の突き上げとか細かい振動とかは、普通っていうか特別なんか嫌な感じはなかったですね。普通に、まあ、グランプリ5000の 25C で乗ったんですけど、リムのベンジバイアスと比べても差が全然なかったですね。まあ、今までそのディスクブレーキのロードの方が正直、1本太いタイヤで同じぐらいの乗り心地かなと思ったんですけど、今回のはターマック SL7 に関してはあんまりリムと乗り心地変わんなくて、だからディスクの中では乗り心地いいんじゃないかなと思います。で次、まあハンドリングとか軽さとかその辺取り回しとかはどうですか。あのまず普通のコーナーリングの時のその倒した入力に対して確実にきちきちきちっとしているのと、あの応答性みたいな感じでククって動きってそんなにあの浜位置なんでテクニカルのロールもなかったんで、そこは分かってないんですよね。で唯一あとやってるのがあのダンシングとかああいうのでやった時に、やっぱりこれ軽さもあるんですけど、ものすごく入力に対してフッといって、でその後もう一回振り返しみたいな振り直しみたいな時の動作も軽いのが、ね、スッスッスッって上がってる。僕ね 5% ぐらいの坂でちょっとダンシングしたんですけど、それでもあの30数キロ超えても加速していくみたいな感じのことができてたんで、あこれはすごいなって、異次元だなっていうのはちょっと
ちょっとっていうかかなりびっくりした。全く無駄、入力の無駄がない感じがする、ね、すごい正確っていうか。で僕なんかはその街中の信号待ちとかでこうすごくゆっくりになったりとか、その止まってから出始めの時のすごいスローなゆっくりな時のハンドリングっていうか直進性がすごい安定してて、もうほんとまっすぐ進む、すごい低速でもまっすぐ正確にブレずに進むのがすげえなと思ったんですよ、その安定で。一本橋をスッと行けるみたいな感じとか、あのこちらが雑なことしなかったらもうまっすぐ行ってくれるっていう感じは本当にきますよね。やっぱりあの応答性みたいなのはリニアス、いや本当にリニアすぎたらシビアになりすぎてものすごくこっちが神経質になったりする時ありますけど、そういうのも感じさせないし、本当にいい塩梅をこうやってくるって、なんか共同良さがすごい、うん、そうで、やっぱりなんかターマックだなって感じはすごいした、ね、思う。あのターマックだなっていうのはどんな状況でも一番最、ね、ベストな応答をしてくれるというかね、反応してくれるっていうところがターマックだなって感じ。ちなみに SL5 いつも乗って、うん、そっから乗り換えるとどんな感じですか？いややっぱり SL5 がいろんな状況で乗るにはものすごくいいバイクだなと思ってたんですけど、うん、古く、当然なんですけど古く感じますよね。やっぱり応答性も高いっていう思って買ったんだけど、今回の乗ると段違いだし、なんか全部の項目が全部上回って、そう、底上げされてる感じ で、なんだろうな、もうでも本当はこんなに応答性とかリニアだとかって言うと本当はそんなにシビアに乗らず、もっとゆったり乗りたいよって言ったところとかでも、そんなんでも今回 SL7 できそうな気もするし、ゆったり乗ってもいいぐらいまでに、うん、なんかなってるぐらい懐の広さをなんか感じるところはありましたよね。なんかせかされる感じは特にないよね。よく速いバイクだともっと踏めみたいにこうせかされるようなイメージの、それこそベンジ、うん、ベンジなんかそうかもしれないけど、うん、それは特にないね。ゆっくり走っても良さが分かるっていうか、うん、全然これ多分アマチュアで別に速く走らなくてもこのバイクの凄さは分かるな。もちろん速く走る人の方が凄さはもっと分かるんだろうけど、普通に走っても多分誰が乗っても違い分かるよね、これ、うん、と思う、本当に。でもやっぱりホイールが今回アルピニストだったんで、ベンジバイアスの方は、まあ、CLX の64だったんで、さすがに平坦はベンジの方が速いなって思った。いや、あのシーンは踏んだのもありますし、僕はいけるんじゃないかなと思いますけどね。この、うん、僕は直進でもいけるね。まあホイールの差っていうのはずっとありますけどね。でもなんだろうな、フレーム的に空力がすごいなって感じは特にターマックの方はしなかったけど、どう、うん、そう、なんかね、とにかくまず乗って思うのはやっぱ振りがすごい軽いもんね。このハンドル周りの振りが軽いし、うん、ダンシングめちゃめちゃ軽いし、ペダルの踏むのがまず軽いもんね、一、うん、込み目とか、その何もかもが軽い感じはしたよね。そう、だから疲れないっていうのに言っちゃうんですけど、それもそうだし、変な振動も来ないしってことで、結局長くいられるようなバイクなんでしょうね。疲れないね、うん、まあ本当にアルピニストのとの組み合わせっていうのがもしかしたらあるかもしれないけど、ラピードだったら硬くて疲れるっていうのはあるかもしれないけど、うん、アルピニストだとなんか結構優しい感じだよね、うん、本当優しいけど、ちゃんとスパーッと行きたいときは、うん、フィールももちろん出るし、本当によくできてるというか、当たり前なんですけど、さすがって感じ、うん、で時代の進化を、だから SL5 とか乗ってると感じますね、うん、6年やっぱり違うなって感じしますね、うん、やっぱり出始めのディスクブレーキのロードはやっぱり癖があったような感じがするんだと思うけど、うんうん、これは本当にリムから乗り換えても自然に乗り換えれるよね、うん、で軽さももちろん軽くなってて、リムとの差がほとんどないんで、そこもあるかもしれないけど、そのフロント周りの嫌な剛性とかもないし、乗り心地が悪いっていうのもないし、
で重くもないってことで、そのディスクブレーキのネガな部分はほとんど感じないもんね、うん、これだと。いや僕直線だってこれ速いと思いますよ、ね、うん、まあホイールの違いはあったりするとは思いますけど、でも今回の乗り比べてやっぱベンジもいいなって思った。ベンジも乗りやすいっていうか、やっぱ速いなっていうのは、直線っていうか平坦は速いし楽だなっていうのはちょっと再認識した。だからこれ、うん、SL7 はやっぱりラピーデとかあるいは GX の64とか履いて乗ってみないと本当の実力は分かんないよね、うんうん、今はアルピニストだけなんで、まあ多分途半とかの性能はこう言うことは言えるけど、直線はまだ本当の SL7 を僕らはまだ知らないのかもしれない。まああと僕らもこれまだね、浜市って、まあ、アップダウンも多少はありますけど、どちらかというと平坦で風が左右されてるみたいなところなんで、 もう少しこういう今のコイルで行くんだったら昼、ね、ちょっともう少し登ったりしても良かったかもしれないですね。確かにね、まあ、これから乗ってくっていうのはあるんで、そこら辺は試していたね。コイルによって多分本当いろいろ変わってくような気はするんで、いやでも基本的には素晴らしい車体ですよ。びっくり。あの3本ローラーとかで乗るとすげえ良さが分かるんですよね。3本ローラーってもう全く空力はもう絶対関係ないし、なんか本当に多分剛性感とかペダルの周りとかがはっきり分かるんだけど、あとタイヤの接地感とかだけど、なんかすごいね、やっぱ踏み込みが軽いよね。3本ローラーで乗ってもすごいペダルが回る感じがする。それはもう誰が乗っても分かるぐらいの差がある。あの基本性能がすごい高いんだな。まあ剛性がちょうどいいのかな。